中村徹と W 主演した映画、B、バップハイスクールなどで80年代にアイドル的人気を誇った俳優、清水幸次郎、55、が20日、フジテレビ系で放送された、直撃、新装坂上に出演。不安障害からアルコール依存症になっていたことが明かされた。番組では、昨年7月から清水に密着。当時、足に力が入らない。体が言うことを聞いてくれない。数ミリの段差でけつまずく、と、歩行が困難な状態で、妻の手を借りなければ立ち上がれない日もあったことや、ろれつが思うように回らなくなる時があることなどが明かされた。異変に気づいたのは10年ほど前。寝ている間、枕がびしょびしょになるほどの多量の汗をかいたという。昨年、病院で様々な検査を受けたところ、不安障害と診断された。不安障害とは、慢性的に激しい不安感に襲われるもので、発汗、息切れ、めまい、手足の震えなどの症状が見られることもあるという。医師は、清水に向かい、不安を紛らわせるために、アルコール依存症になっていったと、アルコール依存症とも診断。依存症で、膵臓にダメージを受けて、歩行困難などの症状が出るようになったという。不安の原因について、清水は、昔の僕と今の僕とでは、前者違う、誤差が出てきたところの不安と語った。診断を受け、断酒と投薬治療を続けた清水は1月末、同番組の取材に対し、動こう、って気が起きてきた。自分の中ではすごく、ポジティブになってると明るい表情で語り、テンポよくウォーキングする姿も披露していた。